はい、今日はシナリオの4の新君子でやっていきたいと思います。上級で仮想モードで行ってみましょう。教師捕まった。金銭やばいっすね。もう金銭ちょっと待って機能ウェイト、メッセージウェイト1にして、馬の速さ馬13、お武器50で13、武器買う95。はい、とりあえずまず新君主の情報をまずお伝えしないと。こんなパラメーターですね。82、知力80、武力100、魅力70で、管理値有効。新君主41歳だとこのパラメーターの総合値が一番高いから、これが一番やりやすいんですよね。管理値配下有効、知力81、武力65、魅力72と。はい、とりあえず行きましょうか。管理値有効で、とりあえず武器変えたんで、あばけに捕まったっすね。還元訓練、84、押し訓練83し、はい、上級。これは本当時間との勝負なんで、前にも言った通りもたもたしてられないんですよね。周遊捕まえようかな。まあいいかも。捕まる確率の方が少ないですからね。戦争行きましょう。戦争、とりあえず還元を地祭りに上げて、もちもっとる、あ、有効残しとくか。有効、55と、どうしようかな、全部置くかな。とりあえずあいつの逃げ道ないように、これとりあえず断ろう。ヒップ管理上、首やかに疲れたか。こうじゃねえよ俺。とりあえずこっちどっち、あ、よう俺捕まえて、うん、かけしゅうかけ、ギアに火つけよう。あ、しくじった。通常移動こっちで、通常移動、はい、あとはもう突撃で完全になっちゃう。完全削って、完全柔らかいっすね。完全さん攻撃突撃、あれ、まあ時間の問題ですね。これは
はい、還元。どうしようかな。よれ。まあ一人でも頭数いた方が有利なんで、コーチとゲームは。はい、関係ない。これどうしようかな、もう還元、まあ、逃がしとくかな。18治療、まあいっか。祁答へ、治癒兼備の優勝、祁答へ。コーチ、捕まえたろ。あ、やばきた。18治療。俺はとりあえず幼霊ってやつ。あ、幼霊はまあ病気なのかな。まあ弱、まあ弱。とりあえず再編成で、ちょ待っとるよ、ちょ待ってる。武将一覧中精度はどれくらいだろう。あ、義援が高いか。義援が高いな。これならまあしゃっか。13で4徴兵して、誰に徴兵立てるかな。義援、義援に50人ぐらい、あれ50人で、40で、義援に5000で、コーチ、ちょっと待って、コーチに852で、あれ訓練、コーチに訓練させて、とりあえずとりあえずは金銭を仕留めますか。金銭、こっちはまあ400円ぐらい持ってって、まあまあ漫画、まあどれぐらい、6000円ぐらいでいいですか。まあ、か、はい、管理地金銭、教師捕まっちゃったんですか。お金たくさんあるな、ほんと。これもう退場っすね。はい、金銭さんももう退場ですね。もうじき退場です。金さん、小説だと本当はもう1ページ足らずで退場でしたよね。彼と彼の部下の教師さん、なんかいきなりなんかね、部下にね殺されて、あっけなく、あっけなく退場です。あ、迷わ。よし、大金ゲットしたぜ。やった。まあコムがお金ね、ちょっと待って、これちょっと待って、噂大事をなすには必ず人を持って元とつなす。
しばき曰く。よし、これを21、これを捨てて、この道00、熱唱を改めるか。コーチを裏切りやすいのかな。あんま信用できないですね。捕まえるか。超と、あ、そう、捕まった。どうしようかな。もうイナゴのように、あ、そうだ、そうだ、大使、あれ違うな、大使の任命どうやってやるんだ、大使人事かな。21、あ、人事違う、大使ってどうやって任命するんだったっけ。16番委任かな。いや委任じゃないな、あれ人事じゃないのか。あ、任命か、いいか。大使有効。どうしようかな。で、とりあえずまあ、29、長老ぶっこ抜くか。長老、長老と全部いい。あの前な、誰がと、なんかな、一騎打ち、誰だろう。長老、傭兵、ソフィ、なんか長、あ、長英、長英がちょっと強いんですよね、確か。あ、ソフィ寝返った。よし、これも対策するかな。捕まらんよな。20、あ、捕まった。まあ、よし、傭兵、これ7さん、何やった人っすか、これ。しないからちょっと危険な場所なんですよね。両白、長老、長老どっち逃げたんだろうな。まあ、かまっと、まあどの道、まあ彼の命運は尽きたも同然なんで。長老は五兵統合、漢中を支配してたって言いますね。ダンダラダンダンダンダラダンダンダンダラダン。ソウヒが捕まったな。
やった。でも装備パラメータ高いからやっぱ嬉しいですね。よし、あ、ちょうど殺しまった。あっちに行けたか。超教師、はい、葬式。両方、まあこれも他といてもそのうち消滅するでしょうから放置でいいっしょね。あ、思うキャラ、これお医者さんいますかね。カダカダ、ちょっと待って。あ、装備負傷したのか。あ、中性高い。ちょっと装備相性いいっすね。やった、一番の成果は装備ですね今回は。で、馬与えて、ギネに馬与えて、武器かな、とりあえず義援と甲冑を、でちょっとお医者さんおるかな。とりあえずお金があるから20。人口多いから美味しいんだけど、どうしようかな。移動して装備、あ、装備治療、とりあえずでも7月の時点でここの、ね、空白地は確保しとかんと。葬儀、1000円ぐらい持ってくか。どこ削っとくやな。31、あ、そうだ、あの九州カルテってこいつら全員始末にやめとかんとな。ここまあ攻め落とされられるだろうから37、だいぶお金貯まったし、あ、これ、あ、じゃあ全部取るか。63465、教師、あ、でも長衛の方が武力高いですけど、どうしようかな。お前か、教師でいいか。なるだ、玄関かな。あ、ここ誰が大使だろう。あ、85ゲット、うまうま。あ、結構接戦だったな。玄関が大使だったらまずいな。あ、竜、こんな、なんていうの、竜だって。あ、間違えた。なんか柔らかそうだから、まあ仮定しようっすね。トーマと竜、なんか竜の一族っぽいっすね。あ、突撃決めてきた。ドゥ、柔らかいですね。ここで1300円ゲットですね。1300円でも6000いくら。
点ゲットだぜ。ほら、ニーナゴみたいに話し回って。よし、一斉攻撃。あ、捕まえた。トウはトウは結構性能良かったんじゃないですか。確か軍艦タイプの。のんびりしてると曹操とか劉備が軍備整えと手出してきますから、それまでに何とかしないと。お、よし、ダダダーン、韓日軍の勝利です。よし、とはやっぱいいっすね。劉じゃん。はい、か、あ、これ劉表の息子っすかね。劉海、これ何歳、これはよく分からんすね。はい、じゃあ治療。あ、カダいないですね。カダ、11ないわ。コーチをあげるか。部署一番妖怪、妖怪ちょっと移動させるか。妖怪、まあ、ちょっと待って、これ10日分、こことか。慶州はもうみんな人口多いから、ここは重要なんですよね。施し、甲冑、甲冑、あ、ちょっと待って、総費やばいな。総費アバト、捕虜、もう捕まえるか。あ、ネグラだ。どうしようかな。とりあえず経済で攻めるか。まあ今とりあえず21国にだいぶ了解。とりあえずまあお金、まあだいぶお金貯まったから、あととりあえず軽道へぶっ殺すか。軽道へ、竜道、次は竜道の番だな。0円で2万円。あ、ちょっと待って、まあ6000円ぐらいでいいか。6000円、ちょ、みんな抽選あんま高くないけど、こっちにしとくか。軽道へ来るか。軽道へ、あ、自由権利の優勝、軽道へ来た。
粘った引き分けか。さすが地球顕微の言うに。あれ間違えた。待て、通常移動。ドゥ。ここも着火してね、火が広がると手つけられない場所なんですよね。リュウドってどんな最後でしたっけ。なんか殺されたんでしたっけ。とりあえずまあ私が読んだのは吉川英治版なんですけど、皆さん 何を見ましたか。リュウド早く退却写真退却。あんまもうここあんまお金ないし、まあいいか。逃がしたろか。40個くらい。あ、玉璽。やったー。玉璽が入ると、見に行くとあれが最後。もういっか。行きますわ。ソフィーいいか。とりあえずこれ危ないから徴兵しなあかんすね。徴兵やった。そうか、今やば甲冑を28国に移動させて、あ、この国も劉備にちょっかい出されるとやばいから、まあとりあえずやめが、まあ一回とりあえず行かせるか。あっちで徴兵して、あれ 100人で100人でしたっけ。取れた。まあいっか、1000円ぐらい買っていくか。5万。もうしばらく多分攻め落とされる可能性あるから、あんま持っていかずに。どうしようかな。甲冑を20国に移動させて、あ、義援を、義援、まあ最悪この国は取られてもいいかみたいな。大使交換するの忘れとった。馬与えて、あ、しまった。武将数、治療、ちょっとここはもう忙しくなるから、とりあえずここを捨てて、
なんか攻めてくるかもしれんな。チームは止まっとこう。とりあえず九州カルテットを込んで44363。はい、はい、かみち長藩。長藩はなんか自分の奥さんを自分の奥さんに長に色仕掛けさせて、ほんでなんか長が怒って切れてまったんですよね。真面目に捕まえてみるか。管理士、よし、一人でも本当に今人手不足だから。シナリオこれはモンタージュ顔ですよね、これ確か。あー難しいな。あ、だいぶお金持ってますね彼。まあこれ収奪知り合いありますよ、こんだけお金あれば。とりあえず、まあ人口多い場所は大体陣取ったっすから、範囲からする。あ、ちょっと待って、そうだ、28は大衆に、あれ陣地かな、ね、大衆28高中裏切らんときゃいいな。13武器か装備。超絵はいいかな、ほんと。まあどれくらいだろう、1万2000回でしょ、とりあえず。そう、キヤも、キヤも大丈夫かな、ちょっと不安だな。さっきでもなんかミッション来てたからちょっと不安だから。よし、1万どうなんだろう。超え、ほら、超え、まあ、とりあえずいいかもと。ゲームは抜かれる可能性あるし、気をつけないかな。時間がないんですよね。21、前は。
っと待って、これ小1の してみるか。ちょっと。すごいちな。中性、あ、中性高い。あ、もう魅力100段か。魅力度、信用度が100だから。まあ、捕まえても結構高いみたいですね。170。電池変えなあかんすから、ちょっと劉備がなんか本当攻めてきてもいいはずなんですけどね。あんまり好戦的な性格じゃないんですかね。まあ、訓練低いからとりあえず。あれ、ちょっと待って、訓練してて、馬上げて、あ、そうだ、ここにはここの場所は海越とか海領とかが埋もれてるんですよね。あともう一人なんか武力高い、おお、なんだっけな、あれ、かみちよこう。施しにか了解。超量が竜章についた。
だけ兵力いたらもう20とかこことかね、攻めてこられてもおかしくないんだけど、とりあえずまあいいか、とりあえずいいか、まあ自分にセルフを曲げ、在野武将誰だろう、あ、これ埋伏のあれですよね、多分あれ、霊峰龍海、さっきなんかどっかで見たような、あ、違う、これそう、在野武将ちょっと登用してみるか、人事登用、ほら今3個の霊で、終了、バリオだ、まあいいわ、許そう、そういえば外交あと武将一覧、内戦でもするか、96、高中
しまってよ、これ投与しなかったな、投与人事、投与、解決手紙ギャン、よしすぐ馬あげて、うんば探索、教師、あ、教師待って、8、4、ないば、はいよ、4、3、はい、13、よし、よし、東洋、霊峰、馬を上げて、よし、どうしようもないさ、お、武力高いな、やっぱ中世、あんま高くないけど、武将は一覧知力、あんま頭がない、8万でだった、次はまあ劉備ぶっ殺して、これで劉備ぶっ殺して、まあちょっと待って、劉備ダメも済んでないんだよな、了解、嫌がらせして、28国が自分の国だから断ろう、諸葛亮両方関与を2隻退却しよう、28、関係時間これで手に取ってる、馬上げて、ちょっと待って、あ、そうだ、探索、解決、改良、改良いた、投与、改良、手紙、これ義援ね、馬上げて、改良、探索、教師、セルフ馬上げで、これ移動しよう、20国収葬、収葬宝珠、ああ疫病を受けると、これなんかね、その年間通してあれなんだよね、どんどん広がってちゃうから、よし、今年は決戦の年だな、
こう入庫。ちょっと待って、4、3。どうやぞ、また金あんま入ってないけど、まあ、とりあえず一本、まあ、とりあえずデーブとの敵対関係になるように50円、500円。チョン、今度はチョン来ましたね。あ、もちろん断る。あ、やべ、捕まるかもしれん。あ、逃げ切った。よし、この中もワンコン100円くらい持って22国を納めさせるか。じゃあ不白地の、あ、やっと待った。あれ、もう障害地のこれでしょうか。開発50円。OK、 よし、まあ、よし、よし、まあ、2400円も入ってきたっす。これとりあえず、まあ、21人分するか。7320。よし、次議員呼び申しとしたら決戦だね。
議員呼び戻したら決戦だ。よし、よし、感じ、これよし。とりあえずまあ暴力偵察です。行ってくるか。19、感じ。あ、ちょっと待っとるよ。ちょっと委任しとこう、委任。28国委任にして生産型の方で、はい、23も委任しとくか。生産型の方、はい、ちょっと待って、あれ、とりあえずなとりあえず調略かけまくって対局してくれましょう。1万4000くらいでいくか。有効。これも断るよ。工作寝返り、チョン、チョンも寝返るかな。あ、チョンも中火なしか。とりあえず寝るよ。工作寝返り、孫家の将軍か。忠義の死か。ちょっと処理落ちしとるな、やっぱ。ちょっと乱れるか。観光しな、観光。あ、中火の死か。やべえな、これ。ちょっと取られて逃げなかな。
工作狙える。じゃあどうしようか、カン、もう一回カンをやってみようか。中火のしかないみんな。足が多いな、やっぱ。やべ、ちょっと待ってな、やばいな、寝返る、寝返る、孫権1枚、あ、寝返った、中火の時間、あ、そうか、中火なし、とりあえずこっちに、突き抜けて、やばいな、やばい、ちょっと待って、孫権、孫権、あ、ちょっと待って上逃げるか、オートを削って、もちろん、もちろん尊敬、あっちょっと諦めるか、いっぺん工作願いで、フォート、フォートやってみろ、カンにやろう、中火なし、今どうやってんの、あ、とりあえず寝返る、もう一回、もう一回今回やってみよう、対策するかどうしようかな、あ、お葬式感は、バッケない幕切れ、魅力一番高いな、どうしようかな、はい、甲冑にやっとくか、あ、夜